認知症の治療に使われるようになりまして、仙台市内でもいくつかの歯医者さんで治療が行われています。今度は南記者の報告でどうぞ。素晴らしいことでした。私にとってはもう本当に、もうね、自分の歯と同じなんですもん。自然で違和感が全然ないんですよね。サファイアですか、ここ2本と、こっちはセラミックが 4本だね。なんか若くなってる感じするの自分ね。この透明な棒のようなものが人工の歯の根、いわゆる人工歯根です。人工歯根もいろんな会社によっていろんな種類があります。で、そのこれをまあ手術で歯の抜けた骨の顎の骨の中にこう手術して入れるという方法ですね。人工歯根の療法というのは具体的にはどういうふうに、ここの顎の場所のところに、あの外科的にこう少し穴を開けまして、これをねじ込むと。歯の根を人工的に作る試みは古くから行われていますが、いわゆる拒絶反応でなかなかうまくいきませんでした。そこで登場したのが、歯や骨とほぼ同じ成分を焼き固めたアップタイトや人工サファイア、軽くて強いチタンなど最近のいわゆる新素材の開発です。ようやく顎の骨によく馴染むものが出てきました。埋め込まれて2ヶ月ほど経ちますと、顎の骨がすっかり包み込んでしまいます。これに歯の部分を取り付けますと、歯はしっかり固定され、硬いものでもよく噛み砕けるようになります。今まで食えなかったですよ。だから自分の歯と同じですよ。今度は顎の骨がしっかりしてなければいけないということ、あとは糖尿病とか他の病気を持っていて骨が非常に柔らかい方というのはまずは難しいと。ですから全ての方がこう人工歯根ができるというわけでもないですし、あとご老人になりまして顎の骨がほとんどない方という方はちょっと難しい場合があります。だいたいその10年を一つの目安にして10年ぐらいを持たせたいと。今のところ治療には1本30万円から50万円と高価で、しかも保険が効かないのが難点です。やはり自分の歯をいたわって長持ちさせるのが一番のようです。低いということになりますね。こんなに歯の寿命が短いと思いませんでした。はい、歯がなくなりますとこれは入れ歯ということになるわけですが、はい、入れ歯にもいろいろな種類があると思いますので。そうですね、1本なくなった場合がだんだん本数が増えてくる、あるいはそのなくなった歯の場所によって違うというふうに、一人一人の患者さん違うんですが、ちょっとこの模型を見ていただきたいと思うんですが、これは奥歯が1本ない場合ですね。こういう場合には橋渡しをするとこういう入れ歯があります。はい、これは前の方の、これもやはり1本ない場合のブリッジというような形での入れ歯です。それからもう少し亡くなった歯の本数が増えてきますと、こういうふうに、ブリッジの形でできなくなってきますと、こういう土台を持った入れ歯を入れるという、こういう局部的な入れ歯ということになります。このあたりになりますとちょっと異物感があったり、こう食べ物が挟まってしまったりというようなことがあるんじゃないでしょうか。はい、状況は大変前のブリッジの場合よりいろいろ難しい面が出てまいりますね。それからさらにもう口の中に一本も歯がないというような、こういう総入れ歯の状態ですと、これにこういう台のついた入れ歯を入れるということで、これはまたいろいろ難しい問題がいっぱいあるわけですね。こういうふうに非常に入れ歯の種類もたくさんございます。入れ歯になってみて初めてこう自分の歯の大切さが分かるということをよく聞いたことあるんですけれども、やはりこうそういう入れ歯の方でも亡くなるときは1本2本と亡くなっていくわけでして、1本くらいという軽い気持ちがありますね。そうですね、全部で上限に28本ありますから、1本や2本亡くなってもそうしようはないやということで、
大体放置しがちなんですけれども、はい、その一本ない場合でも相手の歯がどんなに健全でも、つまり下の顎から見ると上の顎ですね、そういうふうに相手の歯がどんなに健康でもそれは噛むのには役に立ちませんから、はい、一本ない場合は二本ないのと同じで、二本ない場合は四本ないのと同じで、どんどん倍々に効いてくるんですね。でそういうことで大変油断しがちなんですけれども、そういう意味での機能を回復するというようなことが大事ですし、もっと大事なのは歯っていうのは一本だけでなくて歯並びでもっていろいろ上下左右縦横に支え合って歯列が構成されてるんですね。ですからそのどっか一本なくて欠けてきますと、その力のバランスが失われますから、どんどん歯が倒れてくる、あるいは動く、相手の歯が伸びてくるということで噛み合わせが非常に乱れてくるんです。そうなりますと今度はこうまっすぐに植わってる歯の場合には割合に強い力で噛めるんですけども、倒れてきますとそれはどんどん無理な力がかかってくるという状態になりますから、またそのことが原因でその歯を失うということで悪循環を繰り返してどんどん残ってる歯が少なくなってくるということですから、むしろ長丁場の人生の後半にまで歯の寿命を引っ張るということになると、最初の1本2本の時を揺るがせにしてはいけないということになりますね。その最初の1本の時、はい、おろそかにしますとこれが総入れ歯につながるというふうにも言えますね。また歯がこうありませんと発音などにも影響すると言いますね。そうですね、おっしゃる通りで、基本的にはまず噛むっていうことが大事な働きなんですけども、はい、その他に今おっしゃった発音というのは大事な働きがありますし、また神秘性という面で歯がなくなりますと口元とか顔とかそういうのが全く変わってしまいますから、はい、やはりそれも大変大事な働きだと思いますね。本当にこう歯というのはこう体の一部ですから、一番自分に合った入れ歯というものを、歯科医の方と相談して、決めなければいけないんでしょうね。そうですね、そういう面では噛むという働きは比較的皆さん共通した条件だと思うんですけれども、はい、神秘性であるとか、あるいは発音であるとか、でそういう面とか、あるいは口の中のその異物感であるとか、あるいは入れ歯を入れたための今度は発音しにくいとか、あるいはとても邪魔で入れてられないとかって、そういう条件はお一人お一人の患者さんによって違いますから、特に神秘性が重要な場合とか、青木さんのような発音が大事な場合とか、いろいろその患者さんの生活の条件によっても違いますし、口の中の感覚みたいなものでも違ってまいりますから、やはりそれぞれの条件に合った入れ歯を入れてもらうというようなことで、主治医の歯医者さんによく相談なさって入れ歯を決めるということが必要だと思いますね。まあ、入れ歯がガタつくですとか、あまりこう、はい、食べるときによく噛めないといった話は、昔からよく聞くんですけれども、はい、この入れ歯というのは最近は相当進んできてるんでしょうね。そうですね、基本的には本物の神様の作っていただいた体が基本になりますから、その体の仕組みを探るという研究がどんどん進んでまして、はい、でその仕組みを知った上でそれに合わせて人工のものをそれに合わせる、調和させるといったような研究がどんどん発達してきているわけですね。さらにその入れ歯に使う材料というような面でも金属であるとか、あるいはプラスチックであるとかセラミックであるとか、 いろんな材料がどんどん進歩してますから、そういう面での進歩ってのがありますし、また接着くっつけるっていう接着剤の進歩っていうのも歯科の技術を大変変えてますね。それから最近ではもう先ほどお見せしたような歯が一本もなくなって、ちょっとこの模型を見ていただきたいんですけれども、はい、一本もなくなりますとこういう土手が残るわけですけれども、はい、この土手がやはり患者さんの症例の条件によっては非常に狭くなったり低くなったりということで、この物を噛む時の力を支えるのに向かない入れ歯っていうのがあるわけですね。そういう場合にはやはりいわゆるその普通の入れ歯としての難症例ということになるんです。こういう場合に最近では骨の中に直接
まあ、こういうこれは大きな模型ですけれども、こういうものを骨の中に直接埋め込んで、それを土台にして入れ歯を乗せるといったようなの、ここに埋め込んだ状態の土台がございますけれども、はい、こういうような土台を骨に埋め込んで、この土台の上にこういう義歯をくっつける、非常にこれはがっちりと入れ歯がくっつくわけですね。これですとずれるといったようなことはないわけですよね。全くないですね。ご自分の歯と全く同じようにはめるわけです。これもかなりこう実用化されているものなんでしょうか。そうですね、やはりどんどん研究されてて、そういう生体に馴染む拒否反応のないような、そういう、まあ、生体材料って言ってますけど、そういうものをどんどん開発していくというようなことが進んでおりますし、さらにそれを使っていかにうまく手術をするか、うまく入れ歯をどうやって作るかといったような研究がどんどん進んでます。それでこの面での問題はやはりいい状態がどれぐらい長く持つかっていうようなことが一番課題でして、それが3年5年10年というふうに研究が進めば進むほど長くいい状態で口の中で機能を発揮するというようなことで、どうやって長持ちさせるかというようなことが大事ですね。そして基本的にはやはりきちっと正しいやり方でインプラントの手術をし、入れ歯を作るということが大変重要なキーになりますね。まあ、今入れ歯を使ってて調子が悪いという方には大変このインプラント朗報だと思うんですけれども、はい、やはりこう歯茎のこう骨の中に埋め込むということになりますと、これちょっと恐ろしい気がするんですけれども、ね、もっともっと大きな手術もありますけどそういうものに比べれば、はい、患者さんにとってはそんなに大した手術ではないと思います。やる方はきちっとやらなきゃいけないんですけども、患者さんにとってはそんなに恐れられなくてもよろしいんじゃないかと思いますね。最後にですね、はい、入れ歯を入れる時のこう注意点といったことがございましたら、はい、それは基本的には入れ歯にならないようなことが大変大事なんですね。でそれはご自分の歯をやはりきちっと一生持たせなきゃいけないわけですから、そのためにはやはり歯をよく磨くといったようなことが必要なわけですけれども、入れ歯を入れる時にもやはりすでに歯を失っているわけですから、その虫歯になる原因、歯槽膿漏になる原因というのをそのままほとんど背負ってるわけですね、はい、ですからその入れ歯を入れてからのそういう虫歯にならない、歯槽膿漏にならないというような、そういう注意をやはり入れ歯入れてからがやはり大変大きな課題になってくるってことになりますね。入れ歯になりますと、虫歯にならないんじゃないかと思っておろそかにしてしまいがちですけれども、もうとんでもないことですね。ですからそれ以上も大事な歯をそれ以上失わないようにやはり守っていかなきゃいけないわけですね。そのためにはやはりちゃんと、まあ、我々歯科医の方でもきちっとやらなきゃいけないんですけど、患者さんの方でもご自分のうちでのホームケアというのは非常に必要ですし、手遅れにならないようにするためには定期的に見てもらうといったようなことが大変大事だと思いますね。一本でもやはりこう自分の歯というものを大切にして残しておきたいですよね、はいはい、生涯自分の歯を長持ちさせるというようなことが必要ですね。ありがとうございました。どうも。